異なる文化における神々の表現の例。左上から時計回りに、ヒンドゥー教、仏教、ヨルバ、マヤ、古代ローマ、神道、キリスト教、ギリシア、インカ。神々とは、神聖があり神聖であると考えられている、超自然的な存在である。オックスフォード英英時点では、ビエティを神、または女神、及び神のように形されるものと定義している。 シースコット・リトルトンは神々を普通の人々のそれよりも偉大な力を伴った存在ではあるが、人々を普段の人生の閉塞した囚われを超えて新しい意識の水準へと連れて行くことで肯定的または否定的に人々と交流するものであると定義している。神々はお神や女神として言及される。宗教はいくつの神々を崇拝するかによって、 分類されうる。一神教は唯一神のみを受け入れ、他神教は複数の神々を受け入れている。単一神教は最高神を受け入れるが、他の神々を否定せず、それらを同じ神聖の原理の側面であると考える。そして非有神的宗教は、あらゆる史上で永遠なる創造神を否定するが、生きて死にそしてまた同様の他の存在に生まれるかもしれない。 神々のパンテオンを受け入れる。大抵の一神教は伝統的にその神を全能、偏在、全す全ての善、永久であるとみなしているが、これらの性質は神々の定義づけにとって必須ではなく、様々な文化がそれらの神々を異なって概念化した。一神教は概して神を男性系の語で指し示すが、その他の宗教ではそれらの神々を男性、女性、 呂性、無性別といった様々な形で言及する。歴史的に古代メソポタミア人、エジプト人、ギリシア人、ローマ人、ノース人などの多くの古代の文化が自然現象を意図的な因果であるとして様々に人格化した。一部のアベスターとベーダの神々は倫理的な概念としてみなされた。インド発祥の宗教では、 神々は感覚器官や頭脳としてあらゆる生き物の体内に宿り現れていると想像された。神々は天生後の存在の一形態として描かれた。そこで道徳的な人生を通じて、苦毒を得た人は守護神となって天国で至福に生きるが、その苦毒が失われたら死なねばならないともされた。ありがとうございます。